ウォリングフォードはアメリカが州国コネチカット州ニューヘイブン郡東部に位置する町である。2010年の国勢調査では人口45,135人だった。町の都市化された中心部はウォリングフォードセンターという国勢調査指定地域発明家で出版社であり1846年に AP 通信を設立することになったモーゼス・イェール・ビーチ歌手のモートン・ダウニー。 保守派、トークショー司会者、モートン・ダウニー・ジュニア、ジョージア州知事で、アメリカ独立宣言署名者でもあったライマン・ホールの出生地である。第一次世界大戦でエースパイロットだったラオール・ラフベリーは、子供時代をウォリングフォードで過ごした。銀行、オペラハウス、改修派協会、1912年の絵はがきより、アメリカ合衆国国政調査局によれば、 超域全面積は39.9平方マイルであり、このうち陸地39.0平方マイル、水域は0.9平方マイルで、水域率は2.16%である。ボリングフォードの町は、ニューヘイブン郡北部のクイニピアック川にまたがっている。メリデンの南5マイル、ニューヘイブンの北約13マイルに位置している。ハートフォードニューヘイブンスプリングフィールド回廊に属し、 アメリカ国道5号線、週刊高速道路91号線、コネチカット修道15号線、修道68号線、道71号線、道150号線が町内を通っている。ウォリングフォード駅、アムトラックのウォリングフォード駅は、ホールアベニュー37にある。アムトラックのウォリングフォード駅に停車する列車は、下記の通り。ウォリングフォードには、 ショートローズマリーホール高等学校があり、その卒業生には、ジョン・カイ・ケネリー、ジョン・ドス・パソス、グレン・クローズ、ジェイミー・リー・カーティス、マイケル・ダグラス、ビル・シモンズ、イヴァンカ・トランプ、アドレー・スティーブンソンがいる。ウォリングフォードは次の町と、姉妹都市を結んでいるニューヨーク絶縁線、会社、1910年ウォリングフォードは、過去10年間で、ハイテク産業を誘致し、 過去の重工業に比べて、商業と工業の基盤を多様化してきた。町は独自の発電部門を持っており、電気料金は週の平均に比べてかなり低い。薬品、医療、サービス業、ハイテク特殊品製造など、大変多くの種の製造業や大企業がある。このように工業の集積がありながら、公害発生者も週内で2番目に集中しているという特徴がある。 その中にはオールネックスも含まれ、元はアメリカンサイアナミッド社であり、沈黙の春の著者レイチェル・カーソンの信用を落とそうとしたことで名高い。しかし、工業開発の多くは街の中心を外れており、多くは週間高速道路91号線に沿った郊外の新しい工業団地にある。医薬品のブリストルマイヤーズスクイーブが街で最大の 雇用種であり、週刊高速道路91号線と、修道68号線交差点近くに、研究開発施設を設立した。その場所は、オフィスビル、ホテル、ハイテク製造施設が高密で集積しても良いように、特殊なインターチェンジゾーンにしてある。しかし、ウォリングフォードの19世紀中心街ショッピング街が、その歴史的な性格を残すために苦闘している。 2014年モリングフォードの民主的女性の草の根運動であるアップウィズダウンタウンウォリングフォードが結成されその再活性化を進めているビバリーとノフリオの回想録に基づくペニー・マーシャルの2001年の映画サンキュー・ボーイズには舞台設定にモリングフォードが入っているが撮影は行われなかったドリューバリーモアが演じた主人公はその故郷を去ることに 熱心な少女として描かれている。ウォリングフォード住人の A.D. カルボが、ザーザーサイドオブザトラックスを書き、映画監督として、諸女作を制作した。その舞台はほとんどウォリングフォードである。この映画で町長々のウィリアム・ディキンソンがバーテンダーとして、仮名を出演している。この映画に登場するウォリングフォードの場所は、トラックサイド・ピザ。ジェックス・バー、チョーとローズマリーホール学校。 さらに町の東側にある1841年建設の農家である。2009年12月、カルボは第2作、ザ・メランコリー・ファンタスティックをオリング・フォードで制作した。撮影された場所は、サラスコーナーの店、北メインストリート、チェシャー道路近くの原っぱだった。2012年4月、カルボは4作目の、ザ・ミートナイト・ゲームをオリング・フォードで制作した。 撮影された場所は、街の図書館と、歴史あるサミュエル・シンプソン邸だった。ケン・マッケルロイの死についての独立系映画、ウィズ・アウト・マーシーのシーンは、ウォリング・フォードで撮影されたが、舞台設定は、ミズーリ州スキッド・モアシだった。ウォリング・フォードで生まれ育った、ラルフ・サーバーが、脚本、制作、監督を担当した映画で、ニューヨーク国際映画祭の最優秀映画、 大売心賞を獲得した。その風景として、街のトウモロコシ畑が、ミズーリ州スキットモアに見せて使われ、他に、皿のちっぽけな店も使われた。ディズニーの映画、ロードトリップパパは誰にも止められない、は、カレッジの一つとして、蝶都のポールメロンアーツセンターを使っている。テレビ番組、ギルモアガールズの架空のマチスターズホローの、郵便番号は06492であり、 ウォリングフォードと同じである。以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。ウォリングフォードは、コネチカット州の169市町の中で、人口では第23位であり、2001年均等化賞味、課税グランドリストでは37億2320万1280ドルで、第21位、2002年推計1人当たり、 平均年収は29,788ドルで第97位だった。1943年から1944年、野球のボストンブレーブスが、ウォリングフォードの超都陶器練習ビルで、春季トレーニングを行った。クイニピアック側の橋と滝、1907年図書館と、マールボロ邸宅、1909年頃ウォリングフォードの建物と地区合計10カ所が、 アメリカが衆国国家歴史登録罪に指定されている。ありがとうございます。